であってほしいんだが。エドだ。またボイスレコーダーだな。今の渋谷の状況を確認したい。あの奇妙な月を調べてくれないか。これはとても重要なことなんだ。データは複数欲しい。いくつかのポイントでデータを取ってくれ。必要なものは準備しておいた。後ろのロッカー252だ。では頼んだ。ものすごく一方通行な会話だったね。いつものことだけど、あいつが重要だって言うんだ。調べてみるか。まずはロッカーにあるものを回収しよう。252だったね。なんだろう、これ。観測装置だろうな。腕につけてみろ。開けた場所に行こう。月がしっかり見える場所。ビルの屋上とかかな。再開発で建て替えられた理由があるが、今は地下改装。そういえば、確かその地下、夜中に普段はそこ友達。おお、行くの。汚れ、有名、それ Let's go.
救えるはずだ。見守ってくれそう。そうだな。力がみなぎってるな。その状態なら新しい技を習得できるはずだ。普段は見えないだけで、どこかに地下街へ降りるか。ちょっと待て。こんなところに妖怪？こいつがいたんでしょうか。なんであの時、こんなとこ。お次は赤い服の女探しだな。あんまり楽しいイベントじゃないね。女の声。なんだ。ここは、これで進むしかなくなった。ここは赤い服の女が支配する空間だ。あの女さえ殺せれば、もしかしたら。あの女の服はなんで赤いか知ってんだ。赤い服の女が殺される。
って歓迎されてるのかな。どうだろう。どこかで俺たちを見てるのか。他を探すぞ。された奴らも浮かばれるだろう。女が消えてあの地下街も消えちまったか。思った通り、噂があの場所を生み出したみたいだな。そんなことあるんだね。悪い噂ってのは強い負の力を持ちやすい。それが汚れになるんだよ。悪い噂ほど人が好むってのも原因の一つだがな。やがて消える。そして行き場を失った魂だが、なぜ消えなければいけないのか。なぜ救おうと思わないのか。私が求めているのは支配でも統治でもない、救済だ。君たちを救うことだ。愛とは私のことを言うのだ。この行いのことは集え、よるべなき魂。この上なんかはいいんじゃないか。屋上に行こうぜ。渋谷で子供。
もう少し上に行きたいな。どこかないか。着いたよ。どうすればいい？さっきの装置を構えるんだ。月に向けてな。月に照準を合わせれば観測が始まるはずだ。天狗の観察用に似た装置をエドに作ってもらったことがある。何その用途。よし、これでいい。次行くぞ。高いな。行ってみるか。Thank you.
上を見ろ。景色だ。こうやって月を見ている暇もなかったな。少しは息抜きになりそうだ。エドに感謝しておけよ。ここはこれ以上何もなさそうだ。次行くぞ。ここなら十分な高さがありそう。上に行ってみるか。なんでだろう、俺の会社な、い
もっと月に近づきたいな。上に行かなきゃ。いい感じだ。こんなものかな。ここなら月がよく見えるな。エドの装置を使ってみよう。エドはいつもよくわからん調査を繰り返していた。だけどあいつの調査がなけりゃ今頃東京中が霧の中だ。これも意味のないことではないはずだ。いいんじゃないか。よく見るとこの月不気味だね。月ってのは自分で光ってるわけじゃない。何かが月を不気味に見せてるんだよ。気持ちの問題だったりするのかもね。そうだな。データをエドに送るぞ。何がわかるのかな。ありがとう KK。 おおよそ僕の想定通りだったよ。
どうやら見えている月は実際のもののようだ。誤差はあったが、この程度は許容だ。よ、いや、ちょっと待てよ。この値を想定していたから、想定通り並んでしまったのか。僕はこの月が現実だと思い込んでいたから、現実になってしまったんじゃないか。そうか。まずこの世界は全て虚像であると想定しなければ。あ、切れた。結局何が重要だったんだろう。ほっとけ。あいつの中では重要だったんだろう。KK にはあの月はどう見えるんだ。月見そばの卵ってところだな。気にしても仕方ねえよ。